せーの、ルンルン。どうも、しほるんでーす。今回はですね、質問コーナー。ごめん、声が裏返ったわ。質問コーナー、イエーイ。今回はですね、質問をこの前募集したんですけど、回答編をやっていこうと思います。イエーイ。期間がすごく空いてしまって本当に申し訳ないです。大変申し訳ございません。それでは早速始めていきましょう。スタート。パッ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 パー。洋服はですね、最近はオリーブでオリーブっていうお店屋さんにとてもハマっています。めっちゃ可愛いなって思ってて、はい、めっちゃ好きです。次、何センチ何キロ、これは体重とか身長なのでしょうかね。身長が160センチの47キロでございます。なんか一回45キロ行って、なんかすげえ舞い上がってたんだけど気を抜いて食べてました。はい、次、編集は誰がやってるの。これはですね、全て私がやっております。すごい編集が下手くそだったりするんですけど、温かい目で見ていただけると嬉しいなって思います。アドバイスとかもくださると嬉しいなって思います。次、そう、それはね、私中学生の時からね YouTube 始めてたんですけど、その中学校の時はめっちゃ言われてましたね。めっちゃバカにされたりとか、その YouTube に対しての偏見がすごかったんですけど、高校生になっては、なんだろう、応援してくれる人が増えたりとか、なんだろうな、 YouTube のことでからかわれたりとかはないです。次、変顔変顔10連発。ごめんなさい、もう何連発かわからないです。何歳までに結婚したいかな、22とかそれぐらいですね。できないと思うけど。しほるんのファンのことを何て言いますか。そう、よく聞かれるんですけど、ルンズって言います。そう、ルンズって言うんですけど、あとはファンマークは宇宙人です。そう、なんで宇宙人になったかっていうと、最初の方ね、私カラコンの紹介とかを YouTube でよくやってたんですけど、その時にね、なんだろう、サイズが大きすぎて宇宙人って呼ばれてたんですよ。なので宇宙人です。次、おすすめのコスメ、じゃじゃーん、こちらの VT っていうね、ファンデーション、韓国のファンデーションみたいな感じなんですけど、クリームっぽい感じのなんかファンデです。ぜひ皆さんも買ってみてください。将来の夢、将来の夢はこう人を笑顔にできるような仕事をしたいなって思ってて、例えばウェディングプランナーさんとか、そういうのですね。なんかすごい、なんだろう、人の幸せを見届けるのがすごい楽しいなって思うので、はい。彼氏は？彼氏いる？ぶっちゃけ彼氏いる？彼氏いる？彼氏いる？彼氏いますか？ぶっちゃけ彼氏いるで、彼氏おる？彼氏いる？っていうね。この質問多すぎませんか？実は。ルンズ一言、いつも私のことを応援してくださって本当にありがとうございます。リップをいつもくれることか、 DM 送ってくれることか、こう YouTube 見てくれたり TikTok 見てくれたり、見たりするとすごく元気が出るって言ってくれたり、そういうことをね言ってくださる方がね、こういるっていうのがすごいびっくりしてるというか、本当に感謝だなって感じがします。本当にありがとうございます。これからもね、しほるんとして頑張るので、よかったら応援よろしくお願いします。はい、こんな感じで質問コーナーは終わりになります。たくさんの質問ありがとうございました。あの動画にね、700ぐらいのコメント来ててめっちゃびっくりしました。ほんまにありがとうございます。というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイルン。よかったらリクエストもバンバン書いてってください。バイバイ。